デビューメンバー予想6人。まずは、あいきくんですね。あいきくんと、きょうちゃんですね。あいきくんときょうちゃん、これ自分とか入れていいんですか？すいません、ちょっとここで僕行かせてもらいます。僕とあと3人にしよう。あと3人、都築雄也くんですね、とあと2人、みやくん、あと1人で、はい、こうだいくんでお願いします。デビューメンバー予想6人。難しい。決まりました。まず、お先に自分です。そして、2人目は上の園京成くんです。そして、3人目は多田亮太くんです。4人目は長谷川優也くんです。5人目は三林光栄くんです。そして6人目は松田隆良くんです。難しすぎる。デビューメンバー予想6人。まず1人目、都築雄也くんです。やっぱり彼のやってきたことっていうのは本当に尊敬していますし、まあ、実力も本当に同じチームでやっててすごい勉強になる部分がいっぱいあるなと思ったので都築雄也。そして多田亮太くんですね。まあ、やっぱ歌がもう本当にすごすぎますし、しかもその歌がなんかどっちかっていうと努力で身につけた方っていうのがこれからもそのノウハウを生かしてもっと歌も伸びると思うし、ダンスも苦手って言ってたんですけど今日とか見たらめっちゃ良くなってたんで亮太くん。そして松田隆良くん、なんかこのワンフォールの中でラップ枠で圧倒的にメインラッパーっぽいのが隆良だと思ってます。でダンスも本当にパワフルですごい個性あふれてあっていいなって思います。はい、そして三林光栄くんです。でも歌もうまいしダンスもできるし、でおまけにねこうカメラないところとか、まあ普通の時だとめちゃめちゃ面白いんですよ。ムードメーカーにもなるしっていう感じで光栄くん。そして、高橋愛希くん。愛希くんは本当にダンス歌ラップ何でもできるし、まあ、リーダーシップも取れるっていうところで本当にグループに一人は欲しいような存在です。そして最後は、まあ、やっぱ強気かなと思ったんですけど絶対に勝ちたいという思いがあるので私、藤本達希でございます。デビューメンバー予想デビューメンバー予想、僕もじゃあ入れます。まず僕恥ずかしいな。じゃあデビューメンバー予想、デビューメンバー予想、あいきくん、あいきくんです。まずあいきくん、やっぱ結構いろいろできるんでダンスとか引っ張ってもらいたい。いや、そんな堅苦しくいくもんじゃないの。だからやっぱ練習生3人は一緒にデビューしたいなって思ってます。光栄やばい。6人は選びきれないです。みんなでデビューしたい。きょうちゃんです。4人目、1,2,3,4,5、自分も入れて今5人選びました。6人目、もう選びたい人がたくさんいすぎてやばいです。選びたいっていうか、まあ、予想なんで披露で。デビューメンバーを予想6人。みんなどうしてるのこれ。いや、個性が強いからな、みんな。
え、どうしよう。こういうのって自分入れるんですかね、みんな。入れるのかな。誰もいない、誰もいない。え、どうしよう。選ばないといけないってことで、まず自分はとりあえず一人目は自分を入れます。僕はやっぱりデビューしたいという思いがあるので。でもやっぱり一緒にやってきた、でも予想か、予想やから、でもやっぱ安定して高橋愛くんは入ってくるんじゃないかな。なんかオールマイティでどこでもできるみたいなポジションでできるのかなって思います。でもやっぱ3人目は三橋光栄くんです。やっぱり歌が本当に魅力的なので、本当にメインとして全然この順の中でもやっていけるぐらいの実力もあるので、メンバーに入ってくるんじゃないかなと思います。わからんな、ニューメンバー。マジでわからんな。はい、4人目は数ヶ月でダンスすごい伸びてて、ステージ上のパフォーマンスっていうのは結構ミッションワゴン見ててすごいなっていう風に感じたので、僕は4人目に上原くんを選びました。なんかこれ辛いな、選びたくない。4人目は松原優希くんを選びます。やっぱりダンスっていう面では、まあ、14人の中でもとても秀でてすごいダンスをしてるので、ダンス14人の中でダンスといえば勇気みたいなところあるので、デビューメンバーに入ってくる構想にはいるのかなっていうふうには思います。はい、最後ね、どうしよう。予想だからね、こんな重く考えずに。自分の予想は松村新弘くんを選びます。やっぱりダンスのなんかスタイリッシュさというか、ダンスがとても綺麗っていうので、一つ一つの動作がだいぶ綺麗にまとまっていて、それはすごいなっていうふうに思うし、歌のボーカルの面でもとても安定しているので、いっぱいなっていくんじゃないかな、本当に予想なんですけど思いました。はい、まあ6人予想で選んだんですけど、まあ本当に誰になるかわからないようなメンバーが揃っているので、まあ頑張るだけですね。自分はデビューするために最後ミッション3まで全力で頑張るだけです、だけだと思っています。デビューメンバー予想6人。おお、デビューメンバー予想？デビューメンバー予想？そんなしちゃっていいんですか、候補生が。どうしよう、そんな選べる立場じゃないんですけど、ちょっとじゃあします。まあ、一発でなんか6人って言われてるんですけど、最初にまず思いついたメンバーがいるので、その人をまず発表したいと思います。1人目は三林くんです。なんで三林くんかっていうと、ダンスももちろん上手ですし、歌も上手なんですけど、そういう技術面だけじゃなくて、こうえくんってすごく優しい心を持った人だなって思うことが多くて、こうミッション1で大セミで同じ時間を過ごしてきて、なんだろうな、やっぱり僕たちは当初こう未経験で入ってきて、もう普通だったらこう未経験の人3人とこう練習生で経験もある人っていたら、やっぱ多少なりとも嫌だなって思っちゃうこと、やばいどうしようって思っちゃうことがあると思うんですけど、こうえくんはもうその顔一つ見せず、こう僕たちに嫌な顔せず教えてくれたりだったりとか、すごくなんだろうな、いいことも悪いことも正直に言ってくれて、それがすんなり入ってくるというか、なんかこうえくんだから
こう一緒にやってこれてよかったなって思ったので、なんか多分デビューした時にもデビューした時にコウエ君の存在は必要だなって、どのチームどのメンバーになってもコウエ君の存在って絶対必要だなって思ったのでコウエ君しました。やばいよ、一人にこんな時間かけたらもうやばい、大変なことになる。じゃあ次、二人目皆さんの、きょうていくんです。なんでかっていうと、きょうちゃんはもう多分歌が上手っていうのはみんな知ってるし、なんだろう、もう実力もすごいあるんですけど、ダンスがおなじみ経験だと思えないぐらいすごく成長していて、だろうな、同じチームになったからこそこう努力が伝わるというか、こう見えない努力をすごいしてる子で、その姿も見ててすごい、多分デビューメンバーになったらこうそういう努力の面で引っ張ってくれるのかなと思って選びました。あとは同じ僕ときょうちゃんとあとヒロは同い年なんですけど、同い年って思えないぐらい大人っぽくて、話しててすごくプラスになるというか、なんだろうな、すごい得られるものが多いので、なんかデビューメンバーに忙しいのかなって思いました。長谷川優也ではなく鈴木優也くんです。なんで3人目というかデビューメンバーに選んだかというと、僕ずっと優也くんとあまり深く関わったことがなくて、ミッション1の時もミッション2の時もこうあんま時間がなくて、こう関わりたかったけど関われなかった、なんか同じ優也って名前も親近感があったし、なんだろう、最初のスキルチェックで一緒に世界の終わりさんを歌ったっていうのでも、なんか僕としてはすごく親近感があって、こう話してみたいなっていうメンバーで、今回同じチームになってこう深く関わることができて、なんだろうな、ゆうやくんってすごく、なんか上から目線であれですけど、すごく器用なんですけど不器用で、こうやっぱり経験もあるから、自分がこうなんだろうな、場の空気をいい意味でも悪いでも読むのが上手で、みんながこう思ってる時にゆうやくんが違うことを思っててもみんなのために黙っとこうとか、みんながうまく進むんだったら自分はなんだろう、その時はグッとこらえておこうっていうのが上手なタイプで、それがすごくいい時にも働くんですけど、逆にこうなんだろう、それが無理しちゃってる、ゆうやくんの中で無理しちゃってたりとか辛くなっちゃってる時があるのかなって一緒に練習してて思ってて、なんかでも多分デビューする時にそういうメンバーって絶対必要だと思ってて、誰かのことが分かる人、誰かの気持ちが分かる人っていて心の支えになってくれると思うし、こう特にゆうやくんは僕はずっと思ってるんですけど、表現も上手で、ゆうやくんが踊ったらゆうやくんの曲になれるし、ゆうやくんが前に出たらゆうやくんのステージになれるなっていう風にすごく思ってて、なんかそういうところがこうファンの皆さんだったりとか、初めてデビューしたグループを見る人たちにとってこう目を引いてくれる存在になってくれるんじゃないかなと思ってゆうやくんにしました。本当に14人がそれぞれ、僕はどうか分かんないですけど、なんか改めていろんなことを思い出しちゃって、ここから6人選ぶっていうのができないな。長尾光大くんです。なんで光大くんかというと、一緒にずっとやってきた時間も長かったからっていうのもあると思うんですけど、やっぱりこの高校生の中で僕は一番光大くんが来ると、どうやって言えばいいかわからないですけど、光るものがあるというか、こうやっぱりなんかミッション1の時にもこうプロデューサーの方に言われてたんですけど、なんかこうステージに立っていてすごく映えるというか、ステージにいた時目をグッと見る人ってこうどのグループにも必要だと思ってて、やっぱそういう人が一人いたらこう注目される時も多いし、なんだろう、こう関心を持ってくれる機会も多いのかなと思うので、なんか光大くんが歌ってたり踊ってたり前に出るところを僕はすごくデビューしてからでもたくさん見たいと思うので、なんか
高大くんにしました。なんか、なんだろうな、多分その力って普通に、なんだろうな、本当に高大くんが持ってるものなので、それがこう練習したってできない高大くんの魅力っていうのがすごくあると思って、ひろゆきくんです、なんでひろくんにしたかというと、まあもちろん歌も上手でっていう部分もあるんですけど、僕は結構ひろくんのダンスが好きで、こう自分の体格を生かした大きくて、なんだろうな、手とか足とかをこう大胆に使うダンスがすごく印象的に残ってて、ヒロくんって言われたことを対応する能力がすごく早いというか、なんだろう、歌だったりとか踊りだったりとかもそうですけど、特に歌でこうその雰囲気の世界観にオールマイティに対応できるっていうところがすごいなと思ってヒロくんにしました。あとヒロくんはこう、なんだろうな、僕たちが持ってる感性とは少し違った点で物事を言ってくれるというか、それがすごく刺激になるというか、なんだろう、例えば普通に歌詞だけを見て歌うっていうよりかは、ヒロくんはこう音を重視して考えてくれたりとか、この時のリズムがとか、なんだろうな、この音のメロディーがその時の感情に合うようにとか言ってくれて、こうアドバイスがすごく上手で、人をこうサポートしてくれる縁の下の力持ち的な感じがすごく大きくて、なんかヒロくんがあんまり、なんだろう、こういい意味で自分から僕が目立とう、僕が目立とうっていう気持ちがなくて、みんなと一緒に目立ちたいって、みんなと一緒に輝きたいって気持ちがすごい強いな、強くて、強いのが僕はとてもいいな、そういう人も絶対デビューするメンバーには必要だなと思ったので、ヒロくんにしました。なんか、ヒロくんらしさが僕はすごく好きなので、デビューメンバーに5人目選びました。じゃあ、最後のデビューメンバーを、なんかすごい緊張してきちゃった。なんか僕もなんかすごいプロデューサーの気分になっちゃってる緊張してきちゃったんですけど、最後のメンバーを選びます。もう決まってます。最後は高橋愛希くんです。なんで愛希くんにしたかというと、なんか愛希くんはもう多分この候補生の中で一番努力家だし、こう一番、なんだろうな、このこと、このオーディションもそうだし、一つ一つのパフォーマンスに対してすごく熱心に考えてくれてるっていうのが伝わるので、なんかそれが一番こうデビューメンバーが愛希くんにふさわしいのかなと思った点でもあるんですけど、なんか僕が思った、なんか今回のこのメンバーの6人は一人一人がもちろんいいんですけど、多分いい意味で一人一人に欠けてる部分があって、それをすごくサポートし合えるメンバーなのかなと思って6人にしたので、こう愛希くんはこうそれがこう努力家だし熱心だし、こうもうなんだろうな、自分がやらなきゃっていう気持ちが強くて、こう実力もあるしダンスもできるので、なんかそれがなんだろう、すごい逆にこう集中しすぎちゃってみんなが見えない時があって、なんかそれがいい方向に働いてみんながついてきてくれることもあるんですけど、なんかそれがうまくいかないで、こう愛希くんだけが、なんだろう、持ってるものが愛希くんだけ重くて周りに差を感じちゃうっていう時があるので、なんかそれが、なんだろうな、この他の5人とかだったら愛希くんも安心できて、みんながいろんなプレッシャーだったりとか期待だったりとか不安とかをみんなで背負えて前に進めるメンバーになるのかなっていうふうに思いました。もちろんこうダンスもすごく力強くて勉強するところもたくさんあるし、愛希くんの考え方だったりとか存在っていうのもデビューメンバーとして必要だなと思います。なので愛希くんをあえて最後に選びました。なんか、
やっぱり多分上手な人には上手な人のなんかこのオーディションを経験して、多分上手な人は上手な人なりにプレッシャーがあって背負ってるものがあって、苦しい時も辛い時もあって、逆に未経験の人は未経験なりにプレッシャーがあってっていうのがお互いに、うん、たくさんある中で、なんかこの6人は、うん、お互いがまだお互いのことを知ってないと思うので、お互いがお互いのことを知って、それぞれができることを最大限にやればすごく輝ける、どこでも通用できるグループになれるのかなってなんか思いました。なんかなんだろうな、こうやって6人デビューメンバーとかを僕は予想したことがなくて、今、うん、改めてこうやって考えると絞れないですね、やっぱり6人じゃ足りないし、うん、みんな本当に個性豊かで、それぞれがもうそれぞれ努力しててかっこいいし、かわいいし、それぞれ応援したいって思うポイントが多すぎて6人じゃ選べないです、正直な気持ちでは。なんか、悲しくなります、なんかちょっと寂しくなっちゃったんですけど、なんかまあ僕が思う6人はこのメンバーでした。デビューメンバー予想6人デビューメンバー予想デビューメンバー予想じゃあ1人ずついきたいと思います。まずは自分です。まあこれは予想であり、まあ本当に理想も少し入ってるのかなって思うんですけど、まあ自分はこのオーディションを受けて初めて本格的にダンスと歌を始めて、まあ、メンバーにたくさん影響されたりとか、トレーナーさんとかプロデューサーさんとかスタッフさんにすごい関わってから、もう自分の中での成長だったりとか気づいたことがとても多くて、最初14人の、まあ、スキルチェックを見た時には考えられないぐらい成長を自分の中でしたと思うし、デビューして絶対に関わってくれた人たちに恩返しするっていう、まあ、自分の中の宿命がちゃんとあるので、その意思を持って今までやってきたことに悔いはないし、ちゃんと自分がこれからの、まあ、残り少ない日数もやっていける覚悟があるので、まあ、自分は絶対デビューすると思います。1人目は自分でした。続いての予想は、はい、三林晃也くんです。はい、もうこれはもう多分みんなが多分予想してるんではないかなと思うんですけど、まあ、本当に歌の音域だったりとか感情表現とか、あとダンスの見せ方、なんか自分のなんか見せれる角度っていうのを一番誰よりも知ってると思うし、あとまあ練習に対する姿勢だったりとかもみんなからよく聞くし、人間性の部分でもすごく尊敬できる人なんじゃないかなって思って、グループには絶対必要だと思います。なので晃也くんは入ると思います。次に3人目は松原ゆうきくんです。松原ゆうきくんは正直もうダンスがとにかくもうすごいんですよ。なんか歌とかラップは少し苦手意識があるみたいなんですけど、なんか正直ダンスとかラップ歌とラップをしている時とダンスをしている時の表情が全然違くて、で今まではなんかラップ大丈夫かなだったりとか歌大丈夫かなという不安だったんですけど、同じチームになってからなんかラップとかをする時もすごく生き生きしだして、そこでの変化とかだったりがすごいなんか自分の中で成長してるなと思いますし、まああと、まあ、まだ16か7歳で、まあ、最年少なんですけど、もうその年とは思えないぐらいなんかしっかりしてるし、まあ、チームでもなんかみんなを引っ張っていってくれるような存在なので、まあこのゆうきくんのラップとダンスは絶対必要だと思います。なのでゆうきくん3人目です。はい、高橋愛希くんです。まあもう高橋愛希くんもみんな多分予想していると思うんですけど、
まあ、やっぱりダンス、歌とかのもうレベルが高いし、まあ、実際自分は寮で一緒に生活してても、まあ、リーダー性っていうものがあると思うし、人を引っ張る力はすごいあると思うんですけど、正直今までは引っ張る力が強すぎるじゃないですけど、もう先頭に立っていくっていう気持ちがすごく強かったんですけど、なんかこのグループになっていろいろあって自分たちたくさん話し合って、すごくなんかここ最近でリーダーとしての方向性とかが自分の中でつかめてきてるのかなと思いますし、まあ、そしてミッション1、ミッション2でもゴールドバッジを取って、本当にやることをやって、まあ、誰よりも練習して自分でバッジを取ってるので、ちゃんと有言実行できるタイプだと思いますし、すごく見習える部分がたくさんあるので、高橋大輝くんが、自分の中で4人目のデビューメンバーだと思います。はい、続いて5人目のデビューメンバー予想は、上原麻人くんです。最近すごく一緒にいることが多くて、上原くんとはそこでまあ一緒にダンスの練習をしたりとか、まあ、歌の練習をすることがあって、なんかミッション1の時、スキルチェックの時は、まあ、14位っていう結果で、なんか自分の中では、まあ、重要視じゃないですけど、なんか浩平くんとかミヤとかアイキくんとかに比べて印象がすごくそんなになかったんですけど、ミッション1とかミッションを重ねるごとに、まあ、特にミッション1での表情だったりとかダンスで衝撃を受けて、で、まあ、ミッション1で確かセンターをやっていたんですけど、ダンスに関してすごくセンター感というか、本当に真ん中で踊るに値するような存在だろうなっていうふうに、まあ、みんながその時も言ってたんですけど、まあ、すごくなんか可能性だったりとか成長幅がすごいし、歌も自分は一緒に練習することがあるんですけど、どんどんすごく吸収していって、それをなんか言われたことをすぐにできるタイプなので、まだそれがミッション1とかミッション2では見せれてない部分とかが、なんか自分は一緒に過ごしていってミッション3で本当に化けるんじゃないかなっていうふうに自分の中で思うので、まあ本当に、あ、そしてこの可愛いキャラは絶対に必要だと思います。最後は宮沢亮太郎くんです。まあ宮沢くんは正直スキルチェックで見たときに、なんかもうセンスをすごく感じて、ダンスとかは正直もうすごく長い間やってきたんだろうなとか、歌もそうですし、もうなんか自分の歌だったり自分のダンスがあって自分の見せ方だったりとかができていて、スキルチェックの時はあ、もうすげえな、もうこんなレベルの人たちと一緒にやるんだって思ってたんですけど、ミッション1で同じグループになっていろんなことを知って、まあ、練習期間がまだ短かったりとか、まあ、例えばだけど振り覚えが遅かったりとか、全然苦手な部分がたくさんあるっていうのを知って、でもそれを本番に持ってくる技術とか実力とかそういうものがあるし、そしてミヤにしか出せないような雰囲気だったりとかオーラがすごくあるので、まあ、今回も同じグループで練習していて、まあ、人に聞く姿勢だったりとか積極的に発言する意識とかがすごい人一倍あると思うので、絶対グループには必要だと思います。なのでデビューメンバー予想は、ミヤで、6人はこんな感じでした。デビューメンバー予想6人、難しい。デビューメンバー予想6人、まずは浩平くんと宝くんと、デビューメンバー予想ですよね。もちろん入りたいという願望も含めて自分も入れます。と、難しい。宮沢くんと、上原くんと、ラスト1人が、どうしよう、鈴木くんですかね。
いろいろ多分僕が思うデブメンバーよそはこの3ヶ月ですごくたくさん変わったんですけど、僕的にはこの人たちです。デビューメンバー予想6人、もうこれは本当に分からない。マジで、でも一緒にこう今までやっててとかでしか分からないんですけど、その一緒にやったことない人たちがいるので、僕が一緒にやったことある人たちだと、まず、はい、シンくん、シンくんも絶対チームに必要な人だなと今回すごく思いました。そしてシンくんとリョウタくん、この2人はもう本当にめちゃめちゃチームまとめてくれてて、もう本当にいい、なんか絶対重要な人だなと思います。で、今2人で、収まらない、これ収まらないよ、難しい、6人か。でもやっぱまさかラップ初心者なんですけど、もうラップの成長具合もすごくて、でダンスも練習生に一緒になった時に全く初心者だったんですけど、今回の曲でめちゃめちゃダンス上手くなってて、本当に今日の練習でもびっくりしました。3人ですね。あと半分少ない。でも朝とくんはなんだろう、めちゃめちゃ頑張り屋さんだし、こうチームの雰囲気をすごい作ってくれる、なんかなんだろう、若々しさっていうか、なんかそういうのがあってフレッシュな感じです。でもあと2人になっちゃった、もう分からない2人。でもやっぱり古代くんは絶対に必要だなと思います。やっぱその人としてもやっぱすごい頼れるし、なんかやっぱすごい優しいし、なんかこういろんな話も聞いてくれるし、でダンスも初めてそのフェイクミーアウトで一緒になった時ともう全く別人ぐらい上手くなってて、なんか本当になんかこう下向きになんか頑張れる人なんだなと思いました。そうするとでもあと1人になっちゃって、もうこうすると僕はこれを自分を入れないんですよね。なんかいい人たちがいっぱいいるから、デビューメンバーっていうので予想すると、めっちゃ迷うんだけどな。なんかゆうやもめちゃめちゃキラキラしてるんですよ、本当になんか天性のアイドルみたいな感じで、でも歌っていうのがやっぱりこう宮沢くんかな、宮沢くん歌がやっぱ上手いっていうのがあって、であとその前回のミッションの時に山組で宮沢くんがやってたんですけど、そのカメラで抜かれた時とかにやっぱすごいなんかなんて言うんだろう、かっこよかったんですよ。なんかこう見てた時もそのさくらと2人で宮沢がめっちゃかっこいいっていう話をしてました。もう本当に6人はね言い切れないんだよなみたいな感じですね。デビューメンバー予想、デビューメンバー予想の6人、6人、まあ、まず1人目は、三林光栄くんですと、2人目は、はい、松田宝くんです。2人目は松田宝くんです。3人目は宮沢亮太郎くんです。あと3人、はい、4人目は鈴木優也くんです。はい、5人目は、長谷川優也くんです。結構人柄とかキャラクターも芸能向きですごい面白いから選びました。最後の1人は、最後は、多田亮太くんです。今同じチームでやっていて、すごいリーダーとして頑張ってくれてて、僕もすごい助かってますし、ボーカルとしてもすごく魅力的なメンバーだと思います。デビューメンバー予想6人、デビューメンバー予想の6人は、
1人目が、ミヤで、2人目が、キョウちゃん、そして3人目がアイキくん、4人目がタカラ、5人目がコウダイ、6人目がコウヤくんです次のデビューメンバー予想、デビューメンバー予想、1人目は松村新弘くんです。と、1人目の理由が、僕的にはすごい一番この14人の中で見た時に一番結構ダントツでリーダーシップがあると思ったから、デビューメンバーのリーダーとして新弘くんを予想したいと思います。2人目は三林光栄くんです。三林光栄くん、光栄くんはすごいダンス力もあって、で歌えてっていう、すごいオールマイティでありながら、どちらに対しても結構14人で見た時にかなりハイレベルというか、特に僕は歌の面ですごい尊敬しているので、彼はこの歌で引っ張っていくという意味をあってデビューメンバーだと予想します。3人目は長尾光大くんです。と、正直歌とダンスっていう面で、その何でしょう、結構僕と長尾くんは同じチームで、ダンスとかでもかなり苦戦はしているんですけども、彼はすごい吸収力がすごくて、もうなんか成長という場面で見たらすごくて、っていう中でやっぱりそのボーカルとかダンスとかが成長していく中でも、なんかそこの部分じゃない彼だけの魅力というか、オーラみたいなものがすっごいあって、それがもう本当に14人の中で見た時に彼にしかないものがはっきりと見えるんですけど、ダンスボーカルグループというふうに考えた時に彼は確実に必要だなと僕は思うので予想したいと思います。4人目は松田タカラくんです。これもすごい僕がセブチチームでも、今回のラブチームでも一緒のチームだったんですけど、彼がすごい努力家なところが僕はすごい尊敬できる部分で、もう例えばその練習の日に歌であってもダンスであっても、その日できなかったことは次に確実にできるようにしてくるというところがすごい彼のすごいところで、っていう部分もありますし、ラップという部分で見ると僕は彼のラップがすごく好きなので、デビューメンバーでデビューしてラップをするのは彼なんじゃないかなと予想したいと思います。5人目は高橋くんです。高橋くんは、もう本当にこの実力という面で見たら、かなり14人の中で見ると本当にかなりハイスペックで、セブンティーンの時ももうすごいラップでも引っ張ってダンスでも引っ張ってっていう風に、すごく実力があるメンバーなので、彼が逆に受からないビジョンが見えないという風に思うので、5人目は高橋くんにします。最後6人目は上野園くんです。上野園くんを選ぶことに関しては、正直、まあ、このデビューメンバーの予想に自分を入れてないというのはちょっと正直いかがなものなのかなということもあるかもしれないんですが、いい意味でも悪い意味でも正直自分に自信が僕はなくて、それこそミッション1、ミッション2の順位を終えてもやっぱり自信ってなかなか作るのが難しいので、デビューメンバーを予想してくださいと言われると自分を入れることができないというのが現状で、それは良くないことなんですが、ラブチームでパフォーマンスする頃にはその自信をつけられるように頑張りたいんですけど、
今は6人目は上の園くんを選びたいと思います。というのも彼も本当にいい歌を歌うというか、彼自身すごい歌の面で未経験者のようにもかかわらず伝える能力がすごくあって、でなんか彼の課題だったところもどん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 良くなっていって、この前のミッション3の時に結構久しぶりに聞いた時もやっぱりすっごい成長してるなと思うので、僕自身はそれこそさっき良きライバルっていう風に違うメンバーを挙げたんですけど、彼もすごいライバルだと思ってて、歌の面では本当に一番のライバルはもう2人だったので、っていうことを考えると、その今さっきの5人を見てバランスを見た時に上野園くんなのかなという予想になりました。デビューメンバー予想、まずは自分を選びます。一番自分が理想のグループで必要だなと思うのは、宮沢亮太郎くんです。すごく花があるのと、すごい頑張り屋さんなのと、人柄がめっちゃいいのと、いろいろあってグループで必要かなと思いました。一番最初に思いました。2人目は3人目は三林光栄くんです。オーラとかダンスの仕方、なんかダンスの見せ方とか歌の見せ方もそうですし、高音もすごい魅力的なところが多いので選びました。4人目は上野園恭成くんです。と彼もすごく頑張り屋さんなのと、すごい向上心があって、すごい頑張っているのを一番近くで見ているので、一緒に頑張っていけるんじゃないかなって、デビューしてからも頑張れるんじゃないかなと思います。と人柄もすごいいい子で、はい、チームのことをよく考えてくれているので、いいんじゃないかなと思います。松田宝くんです。もうほとんど同じ理由なんですけど、本当に頑張っている姿を僕も近くで一緒のチームになった時に見てきたので、すごい頑張っている姿勢に僕も影響をされているので、一緒に頑張りたいなと思いますし、すごい顔もかっこいいですし、背もでかくて声も特徴的な声なので、ラップとかで必要かなと思いました。最後のメンバーは、はい、松原ゆうきくんです。やっぱりダンスのスキル面で自分が見えてないところとかをたくさん、自分が持ってない部分もたくさん持っていたり、すごい彼も努力家なので、すごい自分も影響されますし、ダンスに関しては彼がいないと大変なんじゃないかなっていう面だったり、とはすごい実は面白い子なので、なんかこうグループにいたら面白いんじゃないかなと思いました。これが僕のデビューメンバー予想です。デビューメンバー予想、1人目光栄です。2人目が愛希です。3人目亮太郎です。4人目宝です。5人目、ゆうやです。6人目は自分を信じて自分にしたいと思います。